YouTube の皆さん、岡田博です。今日はですね、クレヨンしんちゃんの街で有名な、春日部の、東武ラーメンに来たんですけど、今日この東武ラーメン来た理由はですね、はい、こちらのチャーシュー麺ですね。今日はこちらの、春日部駅東武ラーメンの、チャーシュー麺の食レポをやっていきたいと思います。まあ、せっかく来たんでこれよく写しておきたいですね。サムネイルはこれの方がいいかな。どうしよう、よく写さないとダメだよな。うん、あ、こういうのがいいかな。うん、こんな感じにするかな。はい、それでは早速ですね、こちらのチャーシュー麺食べていきたいと思います。あ、醤油ラーメンで結構麺もっちりしてて、結構香りがいいですね。で、メンマとゆで卵も入ってて、なかなか味わい深いです。こういうサムネイルもいいかな。どうしよう、まあいいかな。はい、いらっしゃいませ。あ、チャーシューも何枚か入ってるんで、チャーシューもこの通り何枚も入ってるんで、これやっぱりこれもやっぱりおすすめしたいラーメンですかね。あ、チャーシューあっさりしててちょうどいい美味しさですね。麺と一緒に食べるとやっぱりいいですね。いやー、あったまりますね、ラーメン。特に冬食べると体と心と体があったまるんですよね。ラーメン食べると心と体あったまります。あ、この醤油の香りがなかなかいいですね。チャーシュー麺はまあ薄いんですけど、結構あっさりしていて抜群ですね。いや、クレヨンしんちゃんの発車メロディー、いや、クレヨンしんちゃんの発車メロディーと春日部行きが多くの電車たちですよね。その音を聞きながらラーメン食べるって味わい深くて、なんか盛り上がりますよね、これ。ここはやっぱり一押しなところかなと思いますよ。卵もちょっと食べておきたいですね、これもね。ゆで卵いいですね、ラーメンに入ってるとは。これはなかなかいいです。いや、醤油ラーメンで結構あっさりしてて美味しいですね、これ。あとはこのネギもね、しっかり食べとかないと。
残りはこのレンゲでネギ作って食べとこうかな。このネギがいいですよね。あ、チャーシューのかけらまだありましたね。チャーシューのかけらまだあったんで食べちゃおう。そういういいですね。はいはい、それではですね、チャーシュー麺とりあえず完食したんですけども、感想はですね、チャーシュー麺があっさりしててつゆもあっさりで結構美味しかったですね。俺実はラーメンはチャーシュー麺がお好きででして、今日2度目の春日部駅立ち食いラーメンに来たんですけども、で春日部駅もうすぐ高架化されるんで、高架化される暁にはこの動画も貴重な動画になるかなと思うんですけども、本当にこのあっさりしたこの醤油ラーメンですかね、本当美味しかったですね。もう最高だったんで一応5つ星にしておきたいと思います。で春日部駅はですね、春日部駅は今こんな感じになってるんですよね。高架化する暁には貴重な動画にはなるかなと思います。でそんな醤油ラーメン結構美味しかったので、今回2度目の食レポ楽しんでおきたいと思います。あっさりしたチャーシュー麺最高でした。でそれでは、春日部駅立ち食いラーメンの、醤油のチャーシュー麺の食レポこれで終わりたいと思います。高架化される前に、春日部駅立ち食いラーメンぜひ来てください。それでは終わりたいと思います。それでは。